さあこれで総合優勝は最終日で大逆転、最高位戦チームとなりました。おめでとうございます。ずるしない麻雀駅伝2018最高位戦優勝記念と題しまして、今回は6人のベストな一曲を一つずつ発表していただこうと思います。さあ RTD ルール、村上さんが1回戦目、はい、あのトップラスを決められた後の近藤誠一登場、僕は今控室で泣いてます。帰り道どう帰るか考えるという時ですね。ただ誠一さんが大活躍でオーラスまで来てくれたんで、うん、もう今はちょっといや、こっから4連勝すればもしかしたら勝てるかもみたいに、うん、これは現状自分がトップ目で、はい、そうですね。ほんで、あのアマレンの萩原さんが、うん、ライバル、3着目なの今ね、うんうん、でラス目は RMU の松ヶ瀬さんで、うん、4600点差、2着順、うん、だからうまいこと直撃できればっていうところだけど、まあなかなかそんなうまくいかないよね、うん、普通にね、一応ドラドラだ、うん、そうそう、ドラドラに結構いい手が来たのよ。アマレンその時210もあったんだね。そうそう、やばいよ、ね、すげーな、よくまくったな。うち、うち最下位じゃないですか。トータル最下位じゃないですか。狙いが本当だ、本当だ、本当だ、そんなことが狙ってる場合じゃない。はいね、いや、ほんとよかった。すごい、村上さんのトップラスで最下位じゃん。いや、そう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 、あんまり何度も言わないじゃん。だって、気づかなかったよ、みんな。ね、喜びがね、いろいろありすぎて忘れてたけど、そうそう、いや、こんなギリギリだったんだね。え、ここからまくるんだ、ね、すごいな。予選会だよね。いや、マジで、いや、ほんと、どれぐらい そっちにシフトしてるのかなっていうのは、正直もう初あんこったよ。これはね、もう大チャンスだよね。チャンスだね。だってさ、誰も初あんこってるなんて思わないから。思わない。萩原さんだってさ、切ってもおかしくないじゃんね。うん、まあ、この10名テンパレは何でも切りますよね。そうそう、うん、ここでね、G1 1枚切られて、ほいほい、自分の形からしてもちょっとね、微妙というか。マンズどんな形でしたっけ？マンズね、1145。あ、そうか、両端だ。1145-7。あ、違う、1145-8。1145-8。あ、いや、そうか、ほぼイシャンテンなんですね。でもこれさすがに泣きますよね。サブローワン以外泣くんじゃないですか。だいたい泣きますよね。サブローワンはいいんじゃなくて。サブローワン泣くよ。泣きます、うん、うん、なんかもう別に直撃じゃないとダメってわけじゃないですか、ね、そうそう、もうあの何でも上がるつもりだったんで、作ったらプラス2万点得するけど、うん、まあ言うても、うん、そこまで ね8ポイントないって感じ。うん、ローマンどっちで泣くんですか、この瞬間。あ、この瞬間は難しいから、ローマン、はい、シャンポンに取れても あのね、いやでもサブローマンで泣くんじゃないかな。あの、カンパーにするつもりだった。ここでちょっと考えたのは、はい、あのまあこれ人として結果数は切るんだけど、うん、はいはい、チワン1枚目なんで、はい、チワン切ってもいいかなってちょっと。わあ、すげえ、これチワン切ったらそれはすごいっすね、うん、だけど、いやでもさすがにカンパーはもう悪くないけど、サブローマンには勝てないと思って、そりゃそうは切ってるけど、人として好きだとしてね、言わんですしね、うん、E1 ポンできた時ちょっと死にたくなる。確かに、そうそうそう、ね、確かに漫画ですもんね。ね、うん、この時点ではね、まだね動きがないんだけど、これを、あ、萩原さん動き出した。萩原さん動き出すんだよ、そうそう、ポン、うん、これはもうかなり4着だけは嫌だからって感じな。あ、もう全然ね、あの目が見えないんで、うん、もう3着キープ、まあ、しかもね、うん、圧倒的リードだからね、そうそうそう、それはもう3着十分十分十分、うん、あ、イーシャンテになった、3番ピン、ラスオーヤン、いやー、キム君のね、リーチ来たら厄介っすな。まあ、来ないの知ってるのに、なんかしらじらしいけど、今の一言がいらなかった、いらないね、うん、いや、視聴者の人に知ってるくせにとかって言われるかなと思って言われ慣れてるでしょ、もう。あ、そうだ、ね、炎上しやすいキャラだったから、ね、炎上キャラ、むしろそれ言われるそんなことはね、やっぱり言われるのは傷つくです。そうだ、ちゃんと傷ついてます。言われたくはない。そうなのか。そうです。あー、これでお、うん、ツブロ、萩原さんが3色、どうも。いや、でさ、これややこしいのが、はい、まあ普通に考えれば対応なんだけど、うん、なんならトイトイのケースもあるなと思ってるわけ。ある、うん、で、ここでちょっとね、あの E1 は、まあ、単用だったら、まあ、まあ明らかに E1 が、ね、狙いどころなんだけども、万が一トイトイで
E1 もちもちだったらもう地獄じゃんこっち。終わりですね。C1 じゃね、C1 1枚見えてる、まあ E1 狙いってことですよね、シャンポンは。シャンポンはね、うん、でそれがもちもちだったらもう死んでるから、なるほど、それだったらパワー1の方が。でしかもキムがね、はい、と60面にパワー1枚切ってる。そうですね。で萩原さんそれには反応してないんで、ないからポンがないからパワー1はとりあえずないと、うん、でもこれパワー1もう2枚使われてるからそれだったんですよ、ね、あっさりパワー1使うんでしょ。それがおー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 、この日一番気持ちいい、でかいって言いました。これすごいですよね。これはね、何回見ても気持ちいい。これ大丈夫だったら一番危ないですよ。そう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 。もうね、これはね、全国の最高位で選手がね、悲鳴を上げたよね。そう、これはもう嬉しい悲鳴ション。そう、1回目はすごい悲しい悲鳴が上がって、2回目にすごい歓喜を。いやー、なんか言うやろ。いや、だって、しびれたでしょ、これ。これでまだなんとかなるかもと思った。だって、最下位でして見ました。最下位でした。痛かったかと思って。最下位で、あのトップで、ね、しかも、正直ここから巻くんですよ。いや、すごいね。すごいね。すごいね。いや、ほぼ誠一さんのあれです、最後。そう、誠一さんのおかげです。いやじゃあこの次に村上が10万点やったんだよ。でも、これのおかげなんで、うん、これがなかったらあれが絶対ない、ね、うん、本当はパンツ変えてた。あ、そうちゃんと履き替えたの。履き替えた、そう替えのパンツを準備したっていうのも。いや、そう、準備してきてんのがすごいよ。そう考えないもんね、替えのパンツ履かせたらパンツ変えるって。いや、今度さ、気持ちいい曲でしたね。気持ちよかった。もう今更感があるいやもう、みんなのね、これでベストな1曲が見れたわけなんですけど、これの全部積み重ねで、最高戦の優勝が初優勝ですからね、駅伝。初優勝で、ね、結びついたということで、本当に皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ありがとうございます。よろしくお願いしますシュールないですねじゃあツイッターもフォローしてください。ではまた最高位戦、これからもよろしくお願いします。バイバーイ。